埼玉入試まであと1週間。はい、皆さんどうもこんにちは。榎本勝人です。ですね、あと埼玉入試までですね、あと1週間になってしまいました。で、そこでなんですけれども、まあ、一つは、過去問しっかりやると。それからもう一つですね、願書の方なんですけど、しっかり出してますでしょうか。はい。で、埼玉だけじゃなくて、そろそろですね、その次の入試ですね。例えば千葉とかですね。千葉が、もうそろそろ、ね、早いとかもう、願書受付してると思いますし。まあ、結構12月中にもありますもんね。うん。なので、とにかく、願書をくれぐれも忘れないように。で、何気にですね、以前保護者会でも話したんですけど、神奈川ですね。神奈川入試日はご存知の通り2月1日からなんですが、ただ学校によっては、もう、そうですね、今週末、もしくは来週、出しとかないといけないところがあると思いますので、まあその辺、くれぐれも、漏れのないようにですね、準備してください。まあ、ちなみに、神奈川だと、結構入試日は、都内と同じなんですけど、出願の方が早いですね。まあ、例えば、慶応普通部とかですね、1月8日から18日という。だから、20日の様子見てから出そうと思ったらもう終わってるんですよ、これね。まあ、そういうのがありますね。まあ、あと、ね、女子でも、早いとか早いですね。例えば、鎌倉女学院なんて、12日と13日しかないですね、これ。12日と13日 ?2 日間しかないみたいな。うん。こういうの結構あるね。ありますね、ほんと。ペリーするなんてもう、7、8、10、12? 3日間しかないですね。なんで、今週末出さないとこれまずいですね、これね。うん。まあ、そういうのあるので、まあ、まさか、うん、その辺の段取りができてないということはないと思いますが、くれぐれも、お気をつけください。はい、今日は以上です。